はい、皆さんこんにちは、私は今東武鬼怒川線の鬼怒川温泉駅に来ているんですが、今回この動画は、DL 大樹号のドリームカーに乗ってきたということでやっていきたいと思います。DL 大樹の、ドリームカーっていうのは、昔あの JR 北海道の、急行浜那須で使っていた、デラックス車両をね、東武鉄道が、買い取って、運行しているというわけなんですよね。それでもですね、一般の車両と同じ値段で大樹では乗れるということなので、早速ね、乗っていきたいと思います。はい、いましたね。DL 大樹号の客車、元 JR 四国の14系です。ドリームカーの客車は元北海道仕様なので、扉が引き戸になっているんですね。
第16号下井前行き、まもなく発車をいたします。ドア付近のお客様、ドアを閉めますのでステップには立たないようお願いいたします。またあのガキかよって。